ぶっち、ウキウキペディアドレーム。ヤマタンがいいな、ヤマタン。行こう。ゲームをするときは画面に近づきすぎないでください。遊びたいモードを選んでください。クニクニみたいに気まぐれゲート復活してくれないで。子供妖怪をゲートボール、ゲートボール使いたい。後ろのインベーダーを捨てる。闇絵馬も3月30日終わりだった。なんで軸心使ってんの？だから封じるの。さっさと食らいたくないの？食らったら厄介な時もあるし。妖怪ドリームメダルセット、妖怪ドリームメダルをセットしてください。このメダルでよろしいですか？セット完了。お兄ちゃんは行ったり来たりしてるの？あの兄弟行ったり来たりしてるの？友達になる確率がすごくアップしまして、レアな妖怪が少し出やすくなりましたよ。宇宙人がすごく出やすくなりました。今回は東洋怪エンブレムをスキャンしないでゲームを始めます。妖怪ウォッチ終わっちゃうね。おすすめのマップがありますよ。四角公園、なんかコマさんが、コマさんが見れなくなる。なんかいない、誰もいない、誰もいない。なんかブシュって音がしたけど、ウサの深い、ウサの深い。マスキル発動、太陽神とか出てきてくれないの？あ、太陽神音まで使っちゃったからか。なるほど。分外三面強、分外強化、三面強化。妖怪がグレムリンのあれだ。まだ何かありそうですよ。メ、ね、ラブライオン、妖怪が飛び出してきました。まだ何かありそうですよ。メラブライオンお願いだよ。メラブライオン、妖怪が飛び出してきました。寒い方じゃなくて、ね、まだ何かありそうですよ。エランクだ、珍しいな。エランクだ。ああ、サドク、妖怪が飛び出してきました。サドク持ってるけどな。ダニー、はい、まだ何かありそうですよ。あとリーカー、サドウカー、好きよ、好きよ、好きなやつ。俺あのグレルリン、シンガーとよく戦ったな。強いやつと戦いて。メラメラインいなかったっけ？サドウって後ろかけ、ひなめか。全然レアな妖怪出てこねえな。
がすごい。全体コマンド。全体コマンド全部だ。久しぶり見たわ。すげえ。全員全体コマンド。ダークサイド、そう、シャドウサイド、あの人間のミッチーは筋肉巻き巻き野郎、あのチキン野郎でもこれ HP 値で耐えるんだね。ミッチーすごいよ、石化しちゃうけど、でもボスには効かない的なみたいな。シャドウ持ってると思うんだけどね、持ってねえのかな。なんかウサ道具が出たのは初めてじゃないの。ただ太陽神エンマともう一回戦いたいな。っていうかレア妖怪全然出てこない。1回ぐらいね見たいね。そうだね。ちょっとな、ヤマタンゲットしたいんだよな。